台風北鉄8月16日午前7時14分22秒このほど8月15日またしても値上げを図る北鉄総裁もおじさんと本格的な冬将軍の訪れからめっきり忙しくなった保線区の人と東京にいる有能な鉄道マニアの3人で山陰本線余部鉄橋の上で再び会ってきました。今日は明日が東海道新幹線の開通なのでこの辺りは危険なところが300箇所もありお客さんもさっぱりなところなのでこれはめでたい一杯やってから始まりました。3人で近畿電車は点検しなくて発煙筒は3本ずつ詰め込んだ。ラーメンを食べ終わるとトンネルがギリギリしてくるし国鉄バスが出口を求め車庫の中でくるくるしています。さて国鉄総裁もおじさんにトンネルも点検させながら保線区の人のトンネルも点検していくと先に保線区が足の奥地に運賃料をと吹きました。そして祖母総裁も足も空から空へと出発する行です。もう鉄橋は惨憺たるありさまです。3人で運賃料を値上げしながらお客さんを荷物車に詰め込み小荷物扱いしていた。ああ黒字がたまりません。しばらくやってからまた地下鉄工事しまうともう天まで登るほど気持ちがいいんです。祖母国鉄総裁のトンネルに足も連結しており押し込むとトンネルが旅客運賃と貨物運賃でひしめき合って気持ちがいい。総工費80億円敦賀今城間 13.9 キロの日本一長い北陸トンネルの完成です。保線区も祖母総裁の大口に連結しており押し込みカーリターダーで速度整備している。いつも赤字の祖母総裁の特急初狩りを速度整備しながら恐ろしい勢いで発車。ちょっと一雨降った後はもう3人で延べ142回ほど時速5キロで連結し続けたもう一度やりたいものです。やはり祖母総裁は赤字だらけになると運賃値上げをしたいと言い出しました。こんな変態鉄道マニアとピーポッとしませんか。早く赤字だらけになりましょう。岡山の県木でアイデアスなら最高や。わしは163、90、53、おっさんは165、75、60や。クソまみれでやりたいやつ至急メールくれや。土方姿のまま干潮してクソだらけでやろうや。